ダイエットダイエット、夢のダイエット動画ということで、メンタルマッスル大学講師のファウストです。今日はダイエット講座の第2弾ということですが、この前ツイッターでもつぶやいたんですが、私特に今ダイエットしてるということはないんですが、炭水化物をあまり食べない生活をしています。なんか炭水化物って血糖値が上がって食べた後やったらと眠くなるんですよね。だから作業効率が悪くなるし、食べない方がその後調子いいんで、あんまり食べないようにしています。ちょっと食事が面倒で菓子パンとかをつまむ時もありますが、多分週1回とかそんなもんじゃないかと思います。ちなみにあの有名なトーマス・エジソンは、食事を食べると消化のためにエネルギーを使うから眠くなるっていう独自の理論を展開して、研究のためにあんまり食事を取りたがらなかったっていう話もありますね。あながち彼の理論も間違ってはいないですね。意外と気合で食べないでも平気な人がいる一方、溢れ出る食欲に勝てないっていう人もいますよね。じゃあそういう人はどうしたらいいのか、今日はその辺を解説していきましょう。その1、食べてしまうのは腸内細菌のせい。おい、またかいって思いました。いや、そうなんです。もし見てない人はこの動画を見てください。腸内細菌が感情をコントロールするという話はここでしましたが、ニューメキシコ大学のカルロ・マレー氏の研究によると、腸内細菌が摂食行動や食べ物の好みまで決めてしまっているそうです。どんなに強く意志を持っても脳よりも腸の主導権が勝ってしまっている場合、頭では食べてはいけないと思っていても腸の命令には逆らえず食べてしまうそうです。恐ろしいですね。しかも脂肪や糖なんかの高カロリーのものを好きになるような腸内細菌もいるようなので、そういうのが大量に腸内にいるともうデブ街道まっしぐらになってしまいます。ということで、ダイエットしたい人はまず腸内環境を整えることをお勧めします。その2、錯覚を利用する。この画像を見てください。中心の青い丸の部分の大きさは同じですが、右の方が大きく見えませんか。ではもう一つこちらの画像です。どうですか、右の方が大きく見えますよね。こうやって目の錯覚を利用した盛り付けで食べる量を減らすという技もあります。実際心理学者ブライアン・ワンシンク氏は、同じ量の料理を30センチのお皿と25センチのお皿に盛り付けて人々の食べる量を観察したところ、25センチのお皿に盛り付けた場合の方が 20% 近く食べる量が減っていたそうです。ということで、食欲に抗えない人はこういった小細工を利用してみるのも手ですね。その3、毎日体重計に乗る。アメリカデューク大学の研究チームが行った研究によると、体重測定を毎日欠かさず6ヶ月間行った人は、男女ともに約9キロと他のダイエットを試した人の3倍も体重を落とすことに成功したそうです。めちゃくちゃ簡単でしょ。何やら毎日体重を測っている人はそうでない人に比べてカロリー制限を行う確率が3倍上がり、間食やデザートを減らした割合も2倍以上高かったそうです。この理由なんですが、体重が毎日数字として見えるので、もし増えてきたらすぐに対処しようとしたり、体重の減少を目の当たりにすることによってダイエットのモチベーションが上がるからのようです。ということで皆さん、今日から簡単に実践できる方法ばっかりだったでしょう。ぜひとも今日から試してみてくださいね。じゃあ最後に痩せる食品コーナー。今日の食べ物はズバリグレープフルーツ。グレープフルーツはインスリン濃度を下げて血糖値を調整してくれます。この血糖値ってダイエットにはかなり重要なんで、なかなか優れた食品です。しかもグレープフルーツ1個には約 160mg のビタミン C が含まれているので、1個で1日の必要摂取量も確保することができます。グレープフルーツおすすめです。それではメンタルマッスル、また来週。